ルゼルナは、イタリア共和国トレンティーのアルトアディジェ州、トレント自治県にある、人口約300人の基礎自治体。このコムーネでは、ドイツ語系の少数言語である、チンブロ語が話されている。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ、トレント自治県のコムーネ。アジア語から、西北西 15km、県とトレントから南東へ 23km の距離に、ある。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内のシックスはビチェンツァ県所属を示す。トレント自治県が設置した広域行政組織コムニタディバジェの一つ、アルティピアニチンブリに属する。村役場イタリア語とドイツ語の二言語表示がされた標識2011年10月9日に行われた国勢調査によれば、住民284人中238人が、 チンブロ語話者である。チンブロ語話者の割合が最も高いコミュネである。話者人口はホルガリーアの方が多い。チンブロ語はゲルマン語派の上部ドイツ語に属するバイエルン語の編集に分類される言語で、北、イタリアではベネト語の中で言語島を形作っており、他にセッテコムユニやトレディチコムユニにも分布している。 かつては、ルゼルナに隣接するラバローネでも話されていた。チンブロ語は、大きく3つの方言に分かれており、ルゼルナでは、ルゼルナ方言が用いられている。2001年の国勢調査によれば、ルゼルナの住民の90%近くが、大一言語としてチンブロ語を挙げている。ユネスコはチンブロ語を危機に瀕する言語としており、セッテコムニやトレディチコムニでのチンブロ語が、 消滅しつつあるとされる中で、村人の多数がチンブロ語を話するゼルナでは活発な、仕様が維持されている。ユニークな伝統、文化、言語を維持するため、県の条例によって、文化研究所が設立されており、イタリア政府の国費補助を受けている。ありがとうございます。